本日は9月の9日木曜日になります。今日は旅行の9日目じゃない8日目か8日目で、今日は金沢に泊まったんで、これからね、富山方面に向かおうと思います。いや、今日は素晴らしく天気が良いね、雲一つないみたいな。そうで、金沢のゲストハウスに今日泊まったんですけど、そこのね、同じ部屋だった人も18キッパーで、で今日高山本線に乗るって言って、富山まではルートが一緒なので、なんか一緒に次6時54分発の富山の方に行く列車に一緒に乗ってくかもとか言われたんで、そう、自分ちょっともう先来ちゃいましたけど、写真撮るんでね。すごいね、話面白くて、18キッパーなんですけど、その人もなんか一番面白かった話、四国、その人が四国を18キップで旅行したって言ってて、でその四国、その人が四国行った時に、四国の岡山から高松まで快速マリンライナーってあるじゃないですか。なんかそのマリンライナーが必ず指定券みたいなのが必要な車両だと思って、マリンライナーの指定席を取ってしまうっていうね。そう、快速マリンライナーの2階建てのやつあるじゃないですか。なんか18切符の貧乏旅行してるのに、マリンライナーの岡山から境出の区間だけで指定席券取っちゃってみたいなことを話してて、それが一番面白かったですね。他にもなんかいろんなとこ行ってて、昨日は加賀温泉に行ったらしくて、同じ北陸本線が遅延して大変だったねみたいな話しました。まあ、今金沢駅まで着いたんで、イスルギ出口左側です。 Next stop is イスルギ。
北方向、出口左側です。ドア横、ボタンを押して降りください。普通、日比行きは7時40分、7番乗り場が発車です。マイナス3に戻り替えです。上半線は1番乗り場、日比線は7番乗り場、お越しください。電車中の列車は8時21分。